皆さんこんにちは、チャオーゆりこタイガーです。今日は部屋を紹介したいと思います。イエーイ。だいぶ引っ越しが多かった。今年が引っ越しが多かったです。なんかのトラブルがあったり、ちょっと家賃が高すぎたり、結局遠すぎたりとかいっぱいあったので、今は、結構東京の真ん中に住んでます。どこの場所が言えないなんですけど、結構真ん中で一人暮らしの、ちっちゃいエアホ、すごいちっちゃいではないんですけど、を借りました。で、結構今見てる通りは結構オタクっぽくて、ちょっとワクワクです。私の家はね、1LDK なので、一つの部屋と LDK もあります。で、こちらはリビング&キッチンのところです。ここにもう完全にもう入ってる時には私のパラダイスなので、 Welcome viewers な感じで、私の、大事なのフィギュアをこちらに飾ってます。で、全部実はね、ちゃんとがあって、女の子、ファイティングの女の子、アニメの女の子、私はコスプレしてた女の子と、サインとかをもらったの、有名な漫画家さんを、してます。こちらは私の宝物のところですよね。イエーイ。こっちもフィギュアとかいっぱいあって、初音ミクさん、あ、これ白だからここですよ。初音ミクさんと、ナナとか、私の大好きなアニメと、去年の Tinder の CM のポスターも飾ってあり、鉄拳のイベントの時も飾ってあり、で、こちらは私の大好きなアニメを紹介、ショーケースですよね。レムちゃんとバーチャル YouTuber、ボカロイド、昔のキャラクターと私のキズナイト、ソニックと、セイバー、FGO と、残ってる漫画と、あと、ちょっとね、まだそんなに勉強したいなんだけど、日本語の本もいっぱいあります。こちらは前紹介しましたの私のゲーミングポジションです。ゲーミングチェアとデミングデスクをもっと詳しくに見たいんだったら、ぜひこちらのリンクをクリックしてください。はい。普段はこちらに YouTube の動画を撮ったり、あと Twitch で配信もしますので、ぜひ Twitch とかにもフォローしてくださいね。お願いします。はい、全部です。ババーン。私のリビングと、アモレク、なんでしょ、これ、みんなもう、これ、いいの、もうしはい、いつも猫とここに遊んだりとかしてます。これ、前も多分見てたんですけど、アモレクね、ちょっと大きくなったの。アモレク、一回紹介しよう。うわー顔うっぽわね、大きくなったね、アモレ。覚えてる、めっちゃちっちゃい時に。はい。結構私の一緒にいた時のアパートがね、結構好きだったんですけど、もう一人の、もう一匹の増えたので、やっぱりワンルームできついなと思って、まあ 1LDK はちょうどいいなって思いました。こちら、ラテちゃんも大きくなったね。なにピョン。よっしゃ。やがってる。はい。で、こちらのちっちゃいパソコンとか、テレビいっぱい、アニメとか、最近のアニメは、小林メイドドラゴンセカンドシーズン2を見たりと、私の結構 Twitch に配信してるの、友達のバーチャル YouTuber も見てます。で、こちらはまだちょっと残ってるの、ゲームです。スペースのためにもう、あんまりディスクは買わないなんですけど、見てる通り PS3 と PS4、PSP まで実はね、まだめっちゃ残ってるの。ソニックはちょっと一旦置いて、よっしゃ、こんな感じです。で、ここにマチッキもあるので、そんなに綺麗ではないので、こちらで、で、結構青みつるとピンクが好きなので、いつもこの色でしてます。はい、こちら。
で、こちらは私の部屋です。キュチャーン。ちょっとね、ちっちゃいなんですけど、全部ある。普段の服と私のベッドと、あのここにメイクしたりとかをしたりのところと、まあよく使ってるウィッグと、あとここにパフュームとか本とかいっぱい読んでます。結構日本の本が特に多くて、あと自分の日記とかを書いたり、毎日を書いたりとかしてます。はい、でこちらベッドです。パパーン。こちらね、今日は実はねラジオを紹介したのは、多分 今からすぐ分からないんですけど、こんな感じです。あのマットレスがものすごくちっちゃいです。だから今日は実はググさんからマットレスをいただきました。こちらです。新しいマットレスを一緒に開けたいと思います。よっしゃー。ふう、これに入ってました、ググのマットレス。結構背中痛い人とか、私みたいに結構腰痛い人におすすめです。よっしゃ、これで開けます。できました。ではいきます。せーの。わあ、やばい、柔らか。すごい、これめっちゃ柔らかいですよね。わ、最高。これ本物のマットレスですよね。あー、やったやった、寝れる。ちゃんとここに死んでもいい。ボックスを開けたら、これ顔が出ました。かわいい。ピリン。あとこれもありました、バッグ。あ、そうだね、ここに顔もついてる。かわいい、かわいいな。よし、でバッグの中は、あ、これ欲しかった。あー、アイマスク。これはね、結構あの私はたまに昼まで寝ちゃうので、これがすごく欲しかったです。かわいい、柔らか。で、よっしゃ、こちらもありました。スリーピット。これ、あ、これカッター、カッターですよね。これちょっと見てください、見える、ちっちゃいカッターです。これ超便利ですよね。いろんなものピュッピュッて、特にアマゾンのと、説明ガイドもありました。キュン。ググサンキュー。ではこちらの紹介しました。今日も見てくれてありがとうございます。よかったらぜひコメントしてください。またよろしくお願いします。チャオー、チュリアモー。